新規エクシーズモンスター、追加されても誰にも出されたことがない竜です。さあ本日なんですが、新しいねあのイベントが今来ておりまして、上白亮が、まあ、またのシャークさんが来ているんですが、シャークさんの使ったアニメのエクシーズ最強エースモンスターナンバーズ17リバイスドラゴンを本日は救っていきたいとこのように考えております。救うわけです。明らかに救うモンスターです。効果読みましょう。レベル3モンスター ×2、 一旦にしろこのカードのエクシーズ素材を一つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力を500ポイントアップする。強すぎる。このカードのエクシーズ素材はない場合、このカードは直接攻撃ができない。強すぎる。なんだこのモンスターは。アニメでなんでシャークさんはこんなモンスターを活躍させることができたんだ。これなんでデメリット効果ついてるんだ。なぜ直接攻撃ができないんだ。どういうことだ。なんなんだこのモンスターは。アニメではね、あのこのモンスター無限に活躍していましたんで、本日はこのモンスターをね最強に活躍させていく、そんな力と、なっております。まあ、ちょっとまだシャークさんが実装になってないんですよ。多分今日、まあ、これ動画出すのちょっと何時か分かんないんだけども、おそらく今日のねですね、まあ14時これ何時なんだろう分かんないけど、にシャークさん実装になりますので、まあ、そこでねまたちょっと強化来るって言われてはいるんですが、今のところ現状ではちょ本当にバンジっていう感じのね、デッキとなっております。でちょっと黒いモンスター軍だけだとマジで勝てないんですよ。マジで勝てない。なんかこの謎の白いモンスターたちを入れて、で、なんかそのこのあれ、ナンバーズ、15000、ナンバーズ15000、クリストロン、グリオンガンドっていうね、この最強のエクシーズモンスターを入れて、さらにこういうね、こういうなんかピチピチモンスターも入れて、まあ、戦っていくっていう、まあ、そういう一気になっております。で、レベルコピーにしておくと、このディーバとか、まあ、これのサイクルビルダーとか、この辺でシンクロをガンガンやっていけるんで、まあ、まあ、シンクロじゃね、間違えた。エクシーズシンクロをガンガンやっていけるんで、あと切り込み隊長がね、レベル3なんで結構強いので、まあ、この辺のギミックをワイルド使って、あと、あの、蘇生札ね、リビング星を使って、まあ、このモンスターをできる限り救っていきたいというふうに、思っております。それでは早速、救っていきます。救世系実況者、リュウさんの本気を皆さんにお見せしていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあやっていきましょう。リバイスドラゴンを活躍させていきましょう。さあ本日は後付け実況でね、お送りさせていただきたいと思っております。さあお相手のデッキは知らないデッキ、いつまでいるんでしょうか。彼らは、いや彼女らは一体いつまで環境にのさばっているつもりなんでしょうか。規制されてもされても痛くも痒くもないと言わんばかりに環境に居続けております。さあまずはお、ちょっと珍しいムーブですね。あやかし神知らぬいスタート。さあ後続を用意できるのかな、後続用意できるのかな。これはわあ、宮塚さん強いですね。宮塚さんを墓地に落として、さあ2伏せまででお願いしたい。2伏せ3伏せやめていただきたい。3伏せは極力やめていただきたい。あ、まずはコズミックサイクロンボ一発ぶち込んでいく。さあしっかりとぶち込んでいくが、ここで外すとちょっとめんどくさいことになるが、さあデモンドジェあたりを飛ばしてきた。一番無駄なカードを、一番世の中で一番無駄なカードを除外することに成功しました。リュウ選手、コズミックサイクロンにコズミックサイクロンを打ってはいけないとおばあちゃんが言ってました。さあまずはここで何かがありますかと。さあ重装備カトン封印式、なるほど。さあカトン封印式の効果によって宮塚さんを除外して、そして宮塚さんの方で除外されると相手の表側のカードを破壊できるか。もちろんレビングフォッシュルを持っているので戻ってこれるんですね。さあ重装兵が戻ってきて、ちょっと早漏でしたお相手し、さあレベルコピーを発動し重装兵のレベルを3に変更。そしてサイコビルダーを特殊召喚。皆さん何を出すと思いますか。もちろんシンクロモンスターは強いですよ。もちろんブリューナクで相手のあやかし神をバウンスする、コーラルドラゴンで相手のカードを破壊する、いろいろありますよ。ただし全てのモンスターにコストが必要になります。まあもちろんねイルカを出せますが、ここはそう、このデッキは何デッキと言いましたか、このデッキはナンバーズ17デッキなんですよ。ナンバーズ17デッキ、レベル3サイコウィルダーとレベル3海洋の重装兵でオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。
現れよ、ナンバーズ17リバイスドラゴン。そしてリバイスドラゴンのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い打点を500アップ、かっこそれの効果のみ。そして海洋の重装兵の効果発動、フィールドの表側のカードを破壊。さあこれでカードを1枚セットしてビビらしてバトルフェイズ行け、バイスストリーム。これはこのカードを出す必要性あったんでしょうかっていうコメント来た場合はそのコメントブロックします。そのコメントは全て私の独断と偏見、私のチャンネルでございますので、私のチャンネルの独断と偏見よりそのコメントは全て削除しブロックさせていただきたいと、そのように考えております。これは厳しいモンスターが来た。そしてこあっあっあったやっていいことと悪いことがありますよね。お強い。さあ深海のディーバーを召喚してか、まあ、深海のディーバーは1枚で一応シンクロモンスターにつなげられる非常に有能なモンスターでございますので、さあ海王の重装兵を出して4シンクロしていくことくらいしかできないか。レベルコピーはもう使った、レベルコピーはもうすでに使ったし、サーモを出したところで何も起きないということは、おそらく海王の重装兵を出すしかない。さあどうする、リビングフォッシルはあるか、リビングフォッシルはあるがレベルを合わせることができるかどうか。さあ龍選手しっかりと考えていきたいところ。このカードを破壊することがなかなか難しいという話を多分おそらくしてるでしょうね。さあどうするんでしょうか、海王の重装兵を出してハストール出すくらいしかやることがなさそうな気がしますが、さあもちろんレベル2と2で心境召喚を行っていく。さあ深海のディーバと海洋の重装兵で個人ハストールとかいうお魚全然関係ないモンスター来た。さあお魚全然関係ないモンスター来た、ワンキル取れません。このモンスターたちね、打点が低すぎて基本的にシンクロモンスターエクシーズモンスター2体立たないと4000ライフ削れないっていうね欠陥を、持っております。さあ相手のデッキこれで一応用途知らないじゃないので、相手の墓地に存在しているカードがないので、まあ、そこまで強いことはないかなと思います。あと中ナいる、さあ中ナいるのか、さあ宮塚里、あなるほど中ナはいない、危なかった危なかった、中ナを引っ張ってこさせられるところでした。切り込み隊長来たということは、もちろんもう一度シンクロ召喚もしくはエクシー召喚を行うことはできるが、さあどうする、さあしっかりと墓地を確認していく。さあどうするんでしょうか、つくも龍馬選手。さあ切り込み隊長を召喚しリビングフォッシルの効果を発動、墓地からレベル3のサイコビールダーを特殊召喚、これでレベル3が2体来るぞ龍馬、来るぞ龍馬、来るぞ龍馬、来るんだろ、来るんだよな、おいやめろ、何してんだエクシーズデッキって言ったろ、お前何してんだ、やっちゃいけない、そんなことはやってはいけない、お前これ何デッキだって言ったんだよ、エクシーズデッキだって言ったろ、なんだこの白い盤面は、なんだ白い黒いんじゃないのか、エクシーズモンスターっていうのは、なんだこの白いモンスターは、なぜ盤面が白い、なぜ盤面が白い一色になっている。オーバーユニットは墓地に送られないから墓地効果使えずに弱いとか盤面処理能力がないとか言ってますけど、皆さんその通りですね、本当におっしゃる通りだと私も全力で同意させていただきたいと、そのように考えております。皆さんリバイスドラゴンの効果は2500になるっていうだけなんですけど、このモンスター救えなくないですか。さあお相手の方、いざよいあき選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、ハンドはなかなか強いですよ。これサイコビルダーと、切り込み隊長が揃った時結構面白い動きできるんですが、さあどうでしょう。あとは蘇生魔法あたりを引きたいところですね、蘇生魔法、まあ、リビングウォッシュですね、ちなみになんかリーク情報によると浮上というね、レベル3以下の水属性のモンスターをなんか墓地から特殊ができるっていう浮上っていうカードが実装されるようなんですが、基本的に僕はあれリビングウォッシュでいいんじゃないと思ってます。さあ龍選手お得意の新規カード考察した結果、これいらなくねってなるやつ始まりました。さあ切り込み対象を召喚し切り込み対象の効果を発動、重装兵を
特殊召喚、さらに、重装兵の効果によって召喚源が1回増えていますので、怪竜族モンスター怪王の狙撃兵を召喚、そしてスキル発動レベル5B、 重装兵のレベルを3に合わせていく、そして重装兵怪王の重装兵と怪王の狙撃兵でオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚現れろナンバーズ17、リバイスドラゴンをエクシーズ召喚、リバイスドラゴンのモンスター効果を発動、オーバーレイユニットを1つ使い攻撃力を500アップ、さらに海洋の狙撃兵の効果、相手のセットカードを1枚破壊、さらにサイコビルダーのモンスター効果を発動、レベル3が2体、来るぞユーマ、来るぞユーマ、来ないんかい、来ないんかい、なんだリューマス、その白いモンスターは何をしてるんだリューマ、なんだその白いモンスターは、なんだそのピチピチしたモンスターは、やめろそんなことをしてはいけない、バイスストリーム、なんでこの白いモンスターがいっぱい活躍しちゃうんだ、なんなんだこの環境は。さあお相手の方パンディーダ選手よろしくお願いします。デュエルサンバイサーマーキングカード、おそらくブラックマンシャン、さあブラックマンシャン、青ハンドはなかなか強い、ハンドはなかなか強い、俺どっから入っていくんだ、さあどっから入っていく、さあどっから入っていくんだ、さあつくもりゅうま VS つくもりゅうま&アストラリュー VS パンドラ選手よろしくお願いします。デュエルサンバイ、さあまずは深海のディーバからですか、さあ深海のディーバを召喚していく、さあ深海のディーバのモンスター効果発動し、海王の重装兵を特殊召喚、さあ重装兵の効果によって海王の、召喚権増えている、レベル2が3体来るぞリューマ、見渡す限りの海王を今日も元気にピチピチ跳ねろ、シンクロ召喚ホワイトオーラドルフィン、これがエクシーズモンスターか、さあお相手の方どんなデッキなんでしょうか、さあさあ魔導陣はあるんでしょうか、さあ魔導陣発動から入りますか、魔導陣発動はぜひやめていただきたい、ぜひぜひやめていただきたい、なるほど、ここコーラルドラゴン出しておいた方が良かったですね、基本的にはブラックマンジシャン読みだったら、これ私あの確か、シンクロ召喚工場言いたすぎて、おそらくこのイルカを出したと記憶しておりますが、さあおこれは強い、これは強いぞ、さあドローフェーズコズミックサイクロンを発動、さあ相手のセットカードを1枚ゲームから除外していく、さあそのカードはなんだ、おっと最も意味のない行為、最も意味のない行為をしてしまった模様、さあどうするんでしょうか、これは深海のディーバを、召喚し深海のディーバの効果発動、おっとこれはリュウ選手やるつもりですね、さあ海洋の狙撃兵を召喚、そしてレベル2、レベル6、レベル3のモンスターがいるが、レベルコピーを行うことによってレベル3が2体になる、レベル3が2体、来るぞリューマ、海洋の狙撃兵深海のディーバでオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚ナンバーズ17、リバイスドラゴンをエクシーズ召喚、リバイスドラゴンのモンスター効果発動、リバイスドラゴンのモンスター効果打点を500アップ、そして海洋の狙撃兵が水属性モンスターの効果を発動するために墓地を送られた場合、相手のセットカードを1枚破壊することができる、いけだーぬー、これは厳しい、サンダーブレイクで、サンダーブレイクでブラックマジシャンを捨てて相手のモンスター破壊する、間違えろ間違えろ、そっちじゃない、間違えろよ、さあリバイスドラゴン着地狩りされていく、さあマジシャンもブラックイリュージョン出てきた、マジシャンもブラックイリュージョンをこのモンスターでは倒すことはできない、なぜ俺はイルカを出したんだ、なぜ俺はイルカを出した、コーラルドラゴンを出しておけ、さあこれでパンドラ選手何、これで魔法カードかなんか引かれると結構厳しいですよ、さあ龍選手絶体絶命勝ったー。